こんにちは。主食はお米です。今回は、新カード、ホナミ狙いで、ガチャを回します。その前に、今回の選抜カード評価から。まずは、木枠から。全体化、カムイカリフヨの、サーベラス、親分は複数化、コロシアム向きで、子分は、カムで揃えれば 40% になる、優秀子分です。ハデスは、高素バフ状態異常解除反射付与の、優秀なバフカードです。ピオは、HP 回復、状態異常解除、持続 HP 回復の優秀カードです。ハデス、ピオ、ともに子分も優秀です。次に、水枠ですが、全体かかむ、麻痺付与のトルピーユ。このカードも複数かコロシアム向きです。子分も優秀です。今回の狙いカード。水帯必注以下陸用の、コナミ。追加で、より強い水属性ダメージを、与えますが、これに子分が乗るらしく、使ってみないと何とも言えませんが、持続性であれば、かなりの、ダメージを叩き出しそうです。複数化合体の、ブリキの木こり。残りの HP が低いほど、倍率が上がります。子分も、親分と同じように、HP が低いほど、倍率が上がる、優秀なカードです。最後は、森枠ですが、5連カムイカリフヨのドロレス。かなりの、破壊力を持っています。子分はエース限定の軽減カードです。森帯4連赤盾付与の、シグルド、水属性相手なら破壊力が大きいです。子分も優秀です。持続攻防デバフのかぐや姫、スキルは優秀ですが、個人的には別のカードを組みたいです。評価はこのぐらいにして、ガチャを回していきたいと思います。一発目から、ピキン。Sカードがよく出る。本当、光りますねー。いやー、デスバッカ。今回も、なんとか出てくれました。早速、育てて使ってみたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。